リンネルチャンネル。クランペットはイギリスのパンケーキですね。イースト発酵なのでもちもちしていて、ほんとお餅みたいな食感が楽しめます。本来は型を専用の型を使って焼くものが多いんですけど、イギリスに旅行に行った時に田舎のカフェで型を使わないでほんと素朴にそのまま焼いてるものをいただいて、とっても美味しかったので、型がなくてもこうやって気軽に作っていいんだなって思って、それから自分でもよく作るようになりました。以前、いろんなお豆を使ってレシピを考えるお仕事をいただいた時に、その中で個人的に青大豆がもうとっても美味しいなと思って、それからは常に乾燥の青大豆をお取り寄せしてストックしています。好みですけど、私は芯まで柔らかくふっくら茹でるのが滑らかで好きです。普通はクミンパウダーだけを入れるものですけど、青大豆の青さつながりでハーブと合うかなと思ってローズマリーを入れるのが好きです。あとおろしにんにくもちょっと入れるとなんかチーズみたいなコクが出ておすすめです。
ャベツと青大豆のスパイス蒸しは冬になってくるとあったかいサラダが食べたいなって思って、でもせっかちなのですぐにパパッとできる、でキャベツも大好きだし、何かあったかいキャベツのサラダできないかなと思って考えたレシピです。油で炒めるのではなく、お水からスパイスをこうちょっと煮出すような感じにして、そこにお野菜とお豆を入れて蒸し煮にするんですけど、こうお水からスパイスをちょっとこう煮出した方が香りがよりこう素直にスッと出てくれる気がして、本当に少量しかスパイス入れないんですけど、自然にこう芯からこう香るっていう感じが、シードスパイスの面白さだなと思います。普段のご飯はワンプレートにすることが多いですね。お酒をちょっといただきたい時のアペロみたいな時もよく作ります。お皿の中でいろいろ食材の色がこう混ざり合ったり、味もですけど、その変化が楽しいなと思います。クランペットはお餅みたいな食感なので不思議と和素材と合うんですね。なので私はもうクランペット焼く時は必ず明太子バターを添えます。あったかいクランペットに冷たい明太子バターをこうパテのように塗っていただくのがとっても美味しいです。サワークリームとイクラをのせてちょっとロシア風にしてウォッカと合わせるのもおすすめですし、お客さん用にはそのキャベツと青大豆のスパイス蒸しにこうサーモンを加えたりすると立派なおかずになりますし、なんかちょっとこれにプラスアルファしておもてなしにすることも多いです。